はい、皆さんこんにちは。始まりました、メイリーズジャム、メイジャム。はい、始まりました。はい、この番組は毎週金曜日お昼1時からこの時間に1時間生放送でお送りしている音楽番組になっております。パーソナリティのメイリーです。よろしくお願いします。いやー、実はこの回収録でして生放送ではないんですけれども、皆さん1週間いかがお過ごしでしたでしょうか。はいね、メイリーズジャム、メイジャムもね、なんかすごいゲストが来てくれることが最近増えて、あのね、アーティストさんが、よく来てくれてとっても嬉しいんですけど、今日は収録ということでですね、私一人で久しぶりに私一人で、収録をしていくわけなんですけどね、なんかいつも誰かとおしゃべりしてる感じでやってたので、ちょっとだけ寂しい気持ちもあるんですけど、まあこの、メイリーズジャム、メイジャムを聞いてくれているリスナーさんのことをね、頭に思い浮かべて1時間お話できていったらいければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。なんかね、もう5月入っちゃうね。4月5月とどんどんこう夏に向かってきていますが、皆さんいかがお過ごしですか。新しい環境に、踏み込んだ方々はようやく慣れてきた頃、もしくはちょっとお疲れモードか、どちらかだとは思うんですけれどね、どんな時も笑顔で元気いっぱいに過ごしていけたらいいなと思って私も、頑張ります。今日はですね、メイリーズジャム、メイジャム K-POP 特集第2弾ということでですね、普段メイリーズジャム、メイジャムはですね、いろんな、年代の曲だったり、もうほんとそれこそ洋楽、邦楽、マジで関係なく、お届けしているんですが、今日はですね、収録ということもあって、K-POP 特集第2弾をお届けしたいと思っています。と言ってもね、前回の K-POP 特集では結構なんだろう、本当それこそこう代表的ボアさんとかビッグバンさんとか、本当 K-POP ではとても有名な、メジャーどころの曲をお届けしたんですけど、今日はね、楽しいっていう回というよりは、ちょっとしんみりまでいかないんだけど、皆さんのねお昼時間にちょっと寄り添えるようなちるい感じの回にねしていこうと思っておりますので、皆さんよろしくお願いいたします。はい、さあそれでは本日のピックアップ、今日はですね、ピックアップ IU さん、もう皆さん K-POP 好きはもう皆さん知っている IU さんの曲を2曲ピックアップでご紹介したいと思います。それでは聴いてください。1曲目に IU で8フューチャリングシュガー。ツイキャス生配信っていつもの感じで言っちゃいましたが、今回収録で、このアーカイブが、残っていると思うんですけれども、改めてメイリーです。配信を見ている方に向けて、副音声をね届けていきたいと思いますので、よろしくお願いします。春から夏に移ろうとしている沖縄ですね。
天気がすごい涼しくなる時もあるんだけど、基本的に暑いよね。本当最近から蒸し暑くなってきているかなと思って、エアコンもバンバンつけ始めております。今年の夏暑くなりますかね。きっとなるのかな。なるよね、いつもだし。梅雨もやってきますしね、いろいろ備えておかなくちゃいけないですね。長靴買おっかな。島通りでいいか、沖縄は。じゃあ、フィールのプサンあるんだとマンナーフォエビアン、あゆーちゃんが大好きなんですよね、私。プレイリスト、うまかじどまいな。You're my celebrity, it's my no fury all inside. Pure pure hana. はい、2曲目はね、あいゆーちゃんのセレブリティをお届けしていますよ。今日はね、収録なので、収録室で撮っていて、いつもね生放送を配信でやっているブースとはちょっと違う場所で撮っているんですけど、なんかいい感じでしょ、かっこいいよね。この収録室にギターが飾られてる、ベースかな、ギターだね、かっこいいです、飾られてます。You're my celebrity, it's my pudding all inside. The sort of pure cream pure honey.収録だと生配信のコメントが来ないのでちょっと寂しいですけど、気分は明るくいきますよ。Your radio station. FM Naha.
お届けしたのは1曲目に IU で8フューチャリングシュガー、そして2曲目も IU でセレブリティでした。はい、この2曲をね、大好きな2曲なのでお届けしたんですけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。はー、いいですね。 IU さんのね曲、本当に私もとっても大好きで、実は年も同じなんですけれども、本当にアーティストとしてとてもこうなんだろうな、人々の心に寄り添う歌がすごく多くって、最近も出てる曲も結構 IU ちゃんの友達に、本当のね友達に向けて送った曲だったりしていてね、それこそ今回、2曲ピックアップで、紹介させていただいた曲も IU ちゃんのお空に旅立った親友たちのことを思ってね歌を歌ったと言われている2曲でしてね、すごい歌詞が素敵なんですよね。なんかこう IU ちゃんね、やっぱりこうなんて言うんだろうな、自分のね大切な友達がお空に行っちゃった時ってとっても悲しいし、すごくなんだろう、ぽっかり穴が開くほどに辛いことだと思うんですけど、それをねすごく凛としていて、その気持ちをまっすぐに歌に伝えてくれるんですけど、その友達のことをねすごく誇らしく思っているのをすごく感じるんですね、この曲から。まあ8の曲もそうですし、セレブリティの曲とかもそうでして、セレブリティはねちょっと風変わりなお友達に向けたね歌だったんですけれども、すごくこう変わり者というかね、風変わりでね、なんかこう歌詞にも載ってるんだけど、そのイヤホン越しに聞くプレイリスト、歩く姿、着る服、どれをとっても風変わりね、でもそんなあなたがとても私は誇らしくて大好きなのよっていう思いを込めたのがセレブリティっていう曲でして、本当にこう個性があること、個性的なことは何も悪いことじゃないんだよ、本当に素敵なことなんだよっていうことをすごく伝えている曲なんですね。なんかすごいさ、なんか可愛い曲だし、すごいなんか乗れる、とっても楽しい曲なんだけど、その裏側にはね、この友達との別れを乗り越えて作られているこの IU ちゃんの気持ちが温かく乗っかっている楽曲になるので、すごく私は大好きで、今日皆さんに K-POP 特集の第ね今日の一発目として、聞いていただきました。はい、いやなんかさ、こうなんだろう、新生活、まあねとも言えないですけど、こうやっぱり自分がこうちょっと、まあ、学校とかさ教室の中でさ、自分浮いてんなみたいなさ、溶け込めないなとかさ、溶け込まなきゃいけないのかなとかさ、いろんな感情といろんな思いを抱えている子って多分きっといると思うんですけど、もうどうであってもその場所にいること、もう存在していること自体が本当に素晴らしくて素敵なことだと私も思いますので、なんかそういうちょっとこう周りの目が気になってしまって落ち込みがちになってしまう時にぜひ聴いていただきたい曲だなと思ってご紹介させていただきました。はい、さあそんな始まりなんですけれどもね、今日もバリバリに、K-POP をお届けするんですが、続いてお届けする曲はですね、なんと、K-POP ではなくて韓流ドラマがすごく、まあ、流行っていますよね。韓国の文化というかね、すごい日本でも韓流ドラマが流行ってるんですけど、皆さんトッケビ知ってますか？トッケビっていうドラマ見たことありますかね。トッケビさ、私とっても大好きなドラマでして、本当に3週ぐらいはしたんですけどね、韓国ドラマってすごく長くて、1話もう全然1時間半まではいかないか、1時間20分とかあるような
このものが普通なんですけど、それが16話まであるんですよ大体のドラマが。でやっぱりその16話まで見進めると本当に感情がこう入って、本当にねドラマのにもう溶け込んじゃう。私が本当感情移入がすごい方なので、すごいねいつもその人の役のその人の役のねことをね何か言うんだ考えちゃうぐらい入り込んじゃうんですけど、その中でもトッケビめちゃくちゃ好きで、もうここまで言ったらわかると思うんですけど、トッケビのね主題歌をお届けしたいと思います。そしてもう一曲は私のね大好きな曲で、これまたちょっと少し落ち込んだ時に心の慰めになるような、一曲を、今日はピックアップしてきましたので、皆さんぜひ、このお昼時間に聞いて癒されてください。それでは1曲目聞いてください。クラッシュで Beautiful。 副音声お届けしてます。トッケビのねドラマはこれいつ公開されたんだったんだっけな、もうん4年とか経つかな。でもね、なんかこのトッケビ見てる人はわかると思うんだけど、雨降るとね、あトッケビって思っちゃうの、なんだろうあんまりネタバレになるか言えないけどさ、こう悲しいのかなトッケビって思っちゃうんだよね、なんかっていうシーンがあってね、なんかそうそう、トッケビっていうもの自体はなんか韓国から古く伝わってる神様のことなのかな。そうそう、そのお話、神様のお話ってわけではないんだけど、そのそう、まあトッケビを通じていろんな純愛物語がね進んでいくんですけれども、目に見えないものを全然信じたりとかできる方ならめちゃくちゃ楽しめると思う。いやーもうねいいよ、また見たくなってきた。このクラッシュさんのね声がいいんですよね。
いやニヤニヤしちゃうねこれ。スジマ、新魚スジマ。Yep no, ah, yeah, yeah, no makeup, yeah. ああ素敵。お届けしたのは1曲目にクラッシュで Beautiful、 そしてジャイアンティーで No Make Up でした。はい、皆さん聞きましたか、クラッシュさんのね Beautiful。 この曲はねもう先ほども伝えましたがトッケビの主題歌でですね、韓流ドラマのトッケビを見た方にはもうすごく心に響いているじゃないかなと思うんですけど、初めて聞いた方もねどうですか、すごく素敵な曲ですよね。本当に温かくて綺麗なあの歌なんですけれども、クラッシュさんはね韓国のという中でもこうヒップホップ出身であるんですけど、 R&B が基本的にすごく多くて、もう本当 R&B シンガーというようなイメージがあるクラッシュさんの、楽曲が多いんですけれども、その中でもね Beautiful はすごくその声の良さをすごく生かしている楽曲で、なんかこの曲聴くたびに本当にトッケビのコンユさん、俳優のねコンユさんもお顔を思い出しちゃうほどの、はい、もう素敵な曲です。そしてザイオン T の No Make Upノーメイクアップですよ皆さん、すっぴんってことですよね。この曲は本当にね最初に聞いた時にもとってもメロディーが好きで、私は韓国語を全て理解しているわけじゃないんですけれども、まあ勉強中の身ではあるんですけれども、あの本当にこう聞きやすい韓国語と、そしてこうなんだろう、すごくこうここ耳に残るメロディーラインが私の中ではもうとっても好き、すごく勉強になっている、あのまあ影響を受けているアーティストさんの一人でもありまして、この No Make Up はねなんかねもうとっても女の子をどんだけあなたは綺麗なのってすごく褒めたたえているねめっちゃ褒めるじゃんっていうぐらいね、本当お化粧しても可愛いし
髪の毛ね綺麗にしてて可愛いね。何してても可愛いよね。でも何もしてない君が一番可愛いんだよっていうさ、こういうことをさ言うよね言ってくれるよねっていう、多分ね全女子はとても喜ぶような温かい曲なんじゃないかなと思います。こうやっぱり寄り添って曲っていいですよね。なんか寄り添ってくれる感じがやっぱりするじゃないですか。こう物理的なさ、何か目に見えるこう存在しているこう形とかではないけどさ、やっぱり耳から聞いてこう受けるものだったり、まあそれこそライブとかでもそうか、ライブを見て心をねこう癒される、慰められる、そんな時ってあると思うし、うん、私の中でこの今回この2曲もすごく素敵で大好きな曲だったので皆さんに聴いていただきました。はい、いやなんかさ、今日収録しているんですが、何度も言ってますけどね、昨日とついまですごい雨降ってて、それこそ雷とかもすごくってさ、今日ちょっと晴れてて嬉しいんだけど、やっぱこうね、新しい環境に入ってちょっとさ、こうゴールデンウィークに向けてウキウキの気持ちの反面、こうちょっとね体にもね少し気を使ってメンテナンスしてあげて、こう疲れが溜まりすぎないようにね気を使っていただきたいなとすごく思っておりますので、今日はちょっと今日こういう風なリラックスした回になっております。なんかさ、 K-POP ってさ、こうアイドルのイメージがすごくある方も多いと思うんですよ。アイドルアイドルしてて逆にちょっとまだ見るのにこうドキドキしちゃうっていうね、なんかこう、入り込むのが難しそうとかさ、やっぱり私の周りにもまだまだ K-POP にハマっている方ってあんまり実はね意外に少ないので、もちろん私のこう教え子たちとかはもうバンバリバリ見てるんですけど、なんかこう沖縄の方でもねいろんな好みがあるので、でもこれはすごく K-POP なんだけど、すごい音楽としてその K-POP とか R&B とかなんかこうジャンルにとらわれすぎずにメイジャムは楽しんでいければいいなと思うので、すごくこう、うん、ぜひチェックして聴いてほしい曲かなって思っておりまする、はいはい、まだまだ K-POP 特集が続いてくよ。そういえばこのエフェクト最近やってないんですよねゲストがねいらっしゃった時とかはね、おしゃべりに夢中になっちゃうので、なかなかねタイトルコールを呼ぶなんてことはできなかった、それをすっかり忘れていましたね。はい、いやー、忘れ物って言ったら最近さ、なんかすごい、まあちょっと TMI っていうかさ、こうどうでもいいお話なんだけどさ私の普通にプライベートの話なんだけどさ、最近息子がね学校、新しい学校に移動したんだけど、前までは上履きじゃなかったの、裸足でね、わーわー騒ぐっていうあれなんだけど保育園に行ってたんだけど、今年っていうかね4月からそれこそ上履きとかね、何かと荷物多いよね。なんかやっぱり私もそうだったけど、小学生になったらさ、ランドセル背負ってさ、っていろいろ持ってさ、給食袋週末持って帰ってさみたいなさ、すごいやってたなと思って、なんかね親って大変だよ子供も大変だけどね、すごいなるべく忘れ物ないように最近とても冷蔵庫の壁にたくさんぎっしり、いろいろ紙を貼ったり紙に書いたりしている、そんな最近でございまする。はい、さあ気を取り直して、はい、お届けしていこうと思います。今回ちょっとねなんか可愛いサウンド感の、それこそ今回もクラッシュさんの楽曲なんですけど、聞いていただきたいと思います、クラッシュでシリアルフューチャリングズヤコー。
副音声をお届けしていきます。やっぱ桜師さんの声がいいよね。あ、いいね。かっこいい。She's real. She's real. Serial. Wow.Hey. かわいい。セリアル、なるほどね。あれ怖かった。ホラーじゃないよ。セリアル。ああ。楽しいね。私だけか？楽しいよね、みんなも。じゃじゃん。はい。3、2。綿棒か春気受け気受け。なへんぼけ。そうげ。가장특별해そうだよ、そうだよ。気象が、なへんぼけ。急げ。
いや私は本当にね毎回毎週言ってるよ、もう BTS が好きですから。アップサイドへアップサイドへ愛なのかつはるぎじゅげなへんぼけてぴょれお届けしたのは1曲目にクラッシュで Serial Featuring Zeaco、 そして2曲目に BTS でテレパシーでした。はい、2曲続けて今回もお送りしたんですけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。ね、先ほどまではちょっとチルい感じだったんですけど、今回はねちょっと音を遊んでる感じのね曲を選んでみたんですけれども、クラッシュさんのねさっきの Beautiful Life とまたねちょっと違った雰囲気で、お届けしたんですけども、私本当にね声が大好きなので、そしてフューチャリングのジコ君って、まあ、みんなから呼ばれてるんだけどね、ラップの最初にゼアコーって入るからさ真似しちゃいたくなるんだよね、めっちゃかっこいいからさ。なんかねそのゼアコーって聞いた瞬間にめっちゃ跳ねたくなるんだよ、すごい気分が上がる。何パワーワードだよね、すごく。私は少なくてもめっちゃ上がるタイプで。でもなんかちょっとまあ一緒にしてはいけないんですけれども、私もねライブとかをしていて、結構自分の中で気分を上げたりね、モチベーション、まあお客さんを盛り上げたりと、まあいろいろパフォーマンスをするんですけれども、結構私歌の間とかにヘイって言っちゃうんですよ。私のライブをご覧になったことある方はわかると思うんですけど、なんかね歌ってる時にはいはいって言っちゃうんですね。はいかな、はいを言っちゃう言っちゃうんですけど、でもね私自分で言うのも変だけど、あのヘイとかはいがめちゃくちゃ気合い入って、見る方にも気合いが伝わるんじゃないかなと思うので結構やっちゃうんですよね。うん、なんかその感じと一緒にしていいかわかんないけど、ゼアコって入るのすごい好きっていうね、はい、ただのオタクな話なんですけどね。はい、でもねなんかいいですよね、シリアルね、朝ごはんに食べるやつでしょとさ、 She's real、 She's real ね、をこうなんかちょっと響きが似てるからさ、そこで言葉遊びしてる感じとかがめちゃくちゃ楽しいし、音も可愛いし最高ですね。はい。なんかね私こういう可愛くて遊びがあるなんかヒップホップがすごく好きなので、ちょっと皆さんにご紹介したかったので、はい、ジャケシャも可愛いんですよ、見てみてください。そして BTS ですね、はい、やっぱり私が一番大好きな、グループでもありますので、 BTS の曲は1曲紹介したいなと思っていたので、今回はテレパシーにしてみました。本当にね BTS たくさんの曲を出していて、本当にこうなんだろうな、可愛らしい曲から本当にこうちょっと恋愛ものの曲だったり、それこそ心に寄り添うメンタルヘルスをすごく中心とした歌だったり、哲学的なね視点から歌ってるものとかもいろいろあるんですけどね、私このテレパシーは本当にめちゃくちゃ音感とオートチューンでね、シュガ君が歌ってる感じとかも面白かったし、なんかすごい押せるので、はい、もう本当に要、まあ、曲の内容的には本当にねこうコロナ禍があってなかなか会えなくてね、こう
そうファンの方と 会ってパフォーマンスすることがやっぱり彼らにとっては生きがいだと思う中で、こう会えない日々が続いているんだけれども、言葉はなくても伝わってるでっていう感じのね私が言ったら軽くなるのであんまり痛くないんですけど、はい、でもこのようなあの素敵な、はい、楽曲になっているので、皆さんぜひまたチェックしてみてください。はい、あっという間にですね時間がやってきましてね、終わりじゃないよ最後のコーナーを紹介する時間がやってまいりました。琉球ジャム、リュージャム。はい、メイリーズジャム、メイジャム、一番最後のコーナーになります。琉球ジャム、リュージャム。この、コーナーでは沖縄出身のアーティストさんの曲を紹介しております。今日は3曲持ってきました。そのうちの1つは私の曲ではあるんですけれども、ぜひ楽しんで3曲聴いていってください。それでは1曲目聴、いていただきましょう。2週間前もゲストで来ていただいたトッシュ、そしてトッシュ、エイジ・ハリスンでマジック・フィーリング。コンサートお届けしてきます。トッシュさんのイベントを見に行かせていただいたんですけど、本当にかっこよかったです。トッシュさん聞いてますかね本当にかっこよくて最高でした。この曲もライブで披露されていたんですけど、お客さんの盛り上がりが最高で、こう盛り上げ方がやっぱりすごく上手で、本当にお客さんを巻き込むことも自分の世界観に引き込むこともとても上手にされていたので感動しました。また沖縄拠点に活動しているアーティストさんとしてもすごく学ぶことが多かったですし、こんなにまだ沖縄の方を私は知らないんだなっていう、私の勉強不足も感じたというか、なんかこう、うん、これからいろんな人にもっと会って、私も音楽を勉強してより良い質を上げて魂も肥やしていきたいなって本当に思えるライブでした。本当素敵でした。すごい良かったよ。やっぱさ、人生は一回きりですからね、皆さん同じように時間が流れてるから、その時間をどう使うかって本当に考えることもまだしていない方ももしかしたらいるかもしれない。今の目の前のことに精一杯でね、もうこういろんなものを見て、やっぱ経験っていうもの、経験っていうことが一番こう本当に人生の中で大切なことだと思うので、私も本当に今年もっともっといろんなことを経験して、いけたらなって思っています。今までもだったけど、これからもいろんなことを経験していきたいと思いました。
このミュージックビデオがすごく良かったです。小ヘピさん最高でした。78.0 FM Naha, your radio station.
ジャムメイジャムメイリーズジャムメイジャム。はい、3曲連続でお届けしていきました。琉球ジャム、リュージャム。1曲目にお届けしたのがトッシュ・エイジ・ハリスンでマジックフィーリング、そして、サグラダ・ファミリア、チコ・カリート&エイビッチでロンギネス・リミックス、そして私メイリでよもすがらでした。あー、なんかよもすがら、自分の曲久しぶりに聞いたいいね、いいよ、自分で弾いたもん、三振もさ、とか言っていや、なんか久しぶりに聞いたらすごいしんみりしちゃった、すごい真剣に聞いちゃったはい、ね、本当にトッシュさんのライブも改めて見に行かせていただきましたが、すごく良かったので、皆さん機会あるときはぜひトッシュさんのライブも見に行ってほしいなと思いました。すごいね、かっこよかったです。オルタナティブでした、とっても。はいね、ロンギネスの、そしてサグラダ・ファミリア、チコ・カリトさん、そしてエイビッチさんのね、曲のミュージックビデオがね、最近上がってて拝見したんですけれども、すごい沖縄愛あふれる内容となってましたので、皆さんぜひチェックしていただきたいと思います。はい、あっという間にメイリーズジャム、メイジャム、お別れの時間がやってまいりました。はい、今日は K-POP 特集でしたが、皆さんいかがでしたでしょうか。いやー、 K-POP にね触れる機会がない方も大好きな方も、1時間私と楽しいお昼時間を過ごしていただけたのならとても嬉しいです。ありがとうございます。今日は収録でお届けしましたがね、皆さんと、貴重なねお昼時間に私の配信を見てくださってないか、今生放送じゃないかでも聞いてくれてありがとう本当にありがとうございます。はい、皆さんお体に気をつけて、お互い良い週末を過ごしましょう。はい、パーソナリティメイリでした。バイバーイ。